りゃあ、いた。第4回、数学科生 N 人アンケート、イエーイ。この動画は中編やね。前編は、概要欄の URL から飛んでな。また、第5回のアンケートも実施しとるから、もしよろしければ、概要欄の URL から回答をお願いするで。今回集計した結果は、大学数学にいつから手を出した？留年した？証明の最後に何を書く？積分派？微分派？の4つやで。そんじゃ、早速結果を見ていくで。まず、結果の前に、この質問を回答してくださった方々の年齢構成はこのようになっとるで。このことに注意して、まず最初の質問、大学数学にいつから手を出した？さすがの数学科ということだけあって、大学前に半数の方が予習してるんだね。中学生以下から手を出しているお方が 10% 近くもいるのはすごすぎてすごいな。他の学科はどうなるんだろうね。大学前に予習する人はどれくらいいるんだろう。数学科よりは少ない勝手なイメージあるけど、せやね。他に比べて数学は実験とかないし、数学書さえ買えば一人でできるから、その分予習もしやすいんやと思うで。そんじゃ、次の質問へ移るで。留年した？留年してない人が大多数だね。せやね。ちなみに巷の噂では、大学で留年をしなかった人の割合は8割らしいで。ってなると、数学科って優秀だね。まあ、前回の回答の結果でも言ったように、真面目な人が多いんやろな。知らんけど、さて、そんじゃ、3つ目の質問へ移るで。証明の最後に何を書く？やっぱり、四角が多いんだね。ちなみに、この白四角と黒四角を合わせて、破壊式号と呼ぶで。破壊式号として回答した方は、全部白四角としてカウントしたで。でも、結構いろいろあるんだね。個性出て面白いね。せやね。高校生が大好きな QED がめっちゃ少ないのは笑ったな。個人的には書かない人が意外にいて驚いたで。その中で証明終わりをわざわざ書かないと終わりと気づけないジャコール。ともついきされてて笑ったな。うちはジャコです。さて、じゃあ、この動画最後の質問へ移るで。微分派？積分派？おう。半々くらいで面白いね。せやね。まさに数学界の犬猫論争、キノコタケノコ論争やね。また、回答の、は？という欄は、どっちも嫌い、研究の対象に、好き嫌いなどないなど、まあいわゆるその他やね。微分派には、微分形式は面白い。幾何をやってるから微分。など、幾何系のお方の組織表が入っているようやな。また、積分は、定義が煩雑で、うざい。等のコメントもあったで。まあ、確かに、積分の定義は大変やね。一方、積分派は、LP 空間大事。確率。などと解析学系の組織表が入っているようやね。また、微分は作業、積分はパズルみたいで楽しい。というコメントも散見されたで。面白いね。ぜひ、対面でディベートしてもらいたいね。というわけで、これで、今回の結果はおしまいやね。後編の動画もすぐに出すから、そっちもよろしゅうな。また、最初にも言った通り、第5回のアンケートも、概要欄の URL からぜひ回答してな。そんじゃ、今回はこれくらいで。おおきに、バイバイ。